松田良馬は長崎県島原市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。島原市立第4小学校2年生の時から杉谷トータスでソフトボールを始める。島原市立第1中学校で軟式野球部に所属すると投手を務めるようになった。中学3年生の時には公式野球で県内屈指の競合校である。 長崎県立清志本高等学校への進学を目指していた。しかし結局は自力で甲子園での全国大会出場を実現すべく同じ県立のハサミ高校を進学先に選択した。ハサミ高校への進学後は1年生の夏から背番号11でベンチ登録。3年生春の第83回選抜高等学校野球大会で 全国大会への出場を果たした。この大会では、1回戦で、横浜高校の竜優也らとの投げ合いに静止5から1で勝利したが、2回戦で、兵庫県立加古川北高に0の2で敗退。夏の全国高等学校野球選手権、長崎大会では、初戦に当たる2回戦で、鎌本を要する清涼高校に1から5で敗れた。 2011年プロ野球ドラフト会議では、阪神タイガースから50名で指名。2011年11月29日には、契約金3000万円、年俸520万円という条件で入団に合意した。背番号は56。2012年には、4月21日の対、広島東洋カープ戦を皮切りに、ウエスタンリーグの公式戦で8試合に登板。 3勝2敗、防御率3.86の成績を残した。一軍公式戦への登板機会はなかったが、7月23日には、年内博明、岩本明、白、新田博和と共に一軍でのシート打撃に参加。シーズン終了後には、クローザーへの適性の高さを首脳陣に見込まれると、ともに、周期キャンプの MVP に選ばれている。二千十三年には、 高卒2年目、一軍未経験ながら、将来のクローザー候補として一軍キャンプに抜擢。しかし、キャンプ終盤に右肩の張りを訴えたことから、公式戦開幕後の5月中旬までは、右肩のリハビリを余儀なくされた。2軍での実戦当番を経て、7月13日の対横浜 DNA ベイスターズ戦に救援で一軍デビュー。その試合から、8月29日の対、 読売ジャイアンツ戦でのサヨナラ負けでプロ初失点、初黒星を喫するまで、17当番試合連続、無失点を記録した。この間には、8月8日の対、広島東洋カープ戦でプロ初ホールドを上げている。10月4日の対ヤクルト戦では、延長10回からの2ーニング当番で1軍初勝利。シーズン終了後の11月に、台湾で催された2013ベースボール、 チャレンジ日本 VS チャイニーズ台北戦では、阪神の選手からただ一人代表に選出されると、第2007回裏からの救援当番で、国際試合デビュー。1イニングを三者凡退に抑えるとともに、ストレートで自己最速の時速 151km を記録した。2014年には、前年までの1軍通算当番イニングが、プロ2年目以降の投手に対する新人王の規定を、1、 三イニングだけ下回っているため、入団三年目ながら、セントラルリーグ新人王の受賞資格を有していた。春季キャンプでは2年続けて1軍で迎えたが、キャンプの中に、右肘痛を発症してからは、レギュラーシーズンの終盤まで2軍で調整。9月19日の対中日ドラゴンズ戦で1軍に復帰してからは、1軍公式戦6試合に登板した。 通算投球回数は4回3分の2イニン,ングで4ホールドを記録したが新人王の獲得には至らなかった。一軍のレギュラーシーズン2位で迎えたポストシーズンでは巨人とのクライマックスシリーズファイナルステージで2試合に登板するとともに第3戦でホールドを記録。チームのステージ突破で臨んだ福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでも10月26日の 第2戦に救援で登板を果たした。さらに、日本シリーズ終了後の11月11日に、甲子園で開かれた日本プロ野球80周年記念試合では、阪神、巨人連合チームの9番手投手として試合を締めくくった。2015年には、セットアッパーの一人として、自身初の開幕1軍入りを果たした。中日との三連戦になった開幕カードには、 開幕戦と第2戦に登板するとチームが球団史上初の2試合連続延長、サヨナラ勝利を達成。松田自身は阪神の投手では初めての開幕2戦連続勝利を記録すると4月12日の対広島東洋ガープ戦で連勝を3に伸ばした。その一方でジカードの対中日戦では2試合連続のサヨナラ負けを喫したことで2連敗を記録。 5月9日の対広島戦では、8回表に、打者、鈴木誠也への投球が、鈴木のヘルメットを直撃したため、球審の丹波孝一から、危険球と認定された上で、退場処分を受けた。さらに、6月3日の対千葉ロッテマリーンズ戦では、3点リードの7回、表西1.3塁から登板。しかし、3球を投げただけで、 今江と明に3点本塁打を浴びた結果、最大で8点差をつけていたチームが、同点に追いつかれるという異例の展開に至った。このように4月中旬から制裁を欠く投球が続いたため、7月12日に出場選手登録を抹消されてからは、約1ヶ月間のミニキャンプで投球フォームなどを修正。9月22日の対挙人戦で1試合だけ1、軍に復帰したが、 レギュラーシーズン23では3勝2敗3ホールド防御率5.74という成績にとどまった。一軍のレギュラーシーズン3位で迎えたポストシーズンには巨人とのクライマックスシリーズファーストステージへ出場せずフェニックスリーグで先発登板を重ねている。2016年には春季キャンプの序盤に右肩を痛めた影響で一軍への合流は7月下旬にまでずれ込んだ。 しかし、一軍公式戦では、22試合の登板で一勝と、防御率1.00を記録。通算の被打率を、156にとどめるなど、抜群の安定感を発揮した。2017年には、公式戦の開幕を2年ぶりに一軍で迎えた。救援投手としては、投球内容が安定せず、一時は二軍で調整したが、後に一軍へ復帰した。 8月5日の対ヤクルト戦では、先発投手の秋山匠が、右大タ部の張りを訴えて降板した3回表に、死から急遽登板すると、2回1、3を無失点に抑えて1軍公式戦でのシーズン初勝利を挙げた。8月上旬には、この試合を含めて、ロングリリーフで5試合連続無失点を記録。8月13日の対 DNA 戦では、1軍公式戦、 通算111試合目の登板にして、初めて先発を任された。2軍調整中にもウエスタンリーグの公式戦へ、先発したことや、1軍の先発要員が、故障や不振で不足していることによる抜擢でもあったが、2回、3失点という内容で、敗戦投手になった。2018年は7月25日までに2軍戦に15試合登板して、 零勝4敗5セーブ防御率5.91の成績だった。2018年7月26日に飯田裕也との交換トレードでソフトバンクに移籍した。背番号は飯田が付けていた42。なお、同性である松田信弘が在籍しているためセネームは R 松田となった。移籍後一軍公式戦で二度の登板機会を得るが、2013年以来、 最小の登板数となった。シーズンオフの12月5日、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、100万円ダウンの1400万円、金額は推定でサインした。2019年、オープン戦で結果を残し、4月2日の対、オリックス・バファローズ戦の中継当登板で開幕スタートを切る。 開幕から12試合連続無失点を続けていて、5月6日のオリックス戦では遺跡後初のお立ち台にも立った。同年、自身最多の51試合に登板。試合展開に関係なく、マウンドに上がり、140キロ台中盤の直球を軸に、スライダー、カーブ、フォークをバランスよく折り混ぜる投球スタイルで打者を打ち取り、7月には11試合で、 防御率1.59を記録。しかし2020年は一転して、坂東優青桐や笠谷俊介、泉圭介といった若手の生え抜き投手の台頭や、高橋彩の中継への配置転換などもあり、大きな怪我はなかったが2軍暮らしが続いた。2軍では36試合で3勝0敗3セーブ、防御率2.25という好成績を収めるも、 シーズンを通して一度も昇格することができず、一軍不出場に終わった。オフに戦力外通告を受け対談。現役続行を希望して12月7日開催の12、球団合同トライアウトにも参加したが、獲得球団は現れず、同月30日に自身のインスタグラムで現役引退を報告した。 スリークォーターから繰り出す平均球速約時速 145km、最速時速 153km のストレートに加え、変化球はスライダーを持つ。稀にフォークやカーブも投げる時がある。強気な性格で内角を鋭くつく投球に定評があるが、請球力はまだ高い方ではない。ありがとうございます。